はい、皆さんごきげんよう、小島です。今日は2024年の9月7日8日に東京竹芝ポートホールで開催される第1回日本インハウスアライナー矯正研究会のスピーカーの先生のご紹介をさせていただきます。まず今日させていただくのは町田慎吾先生です。町田慎吾先生は東京 SJCD に所属されてて、補鉄もあとインプラントもペリオもとてもねお上手な先生なんですけども、その先生がこのアライナーを始められたわけですね。でそのアライナーと補鉄、アライナーとペリオ、アライナーとインプラントというね新しいインターディシプリナリーのお話をしていただけるんですけども、今回は町田慎吾先生のお話はですね、ラミネートベニヤ前のインハウスアライナーによる矯正治療の有用性と、これはねとにかく今世界中でねインハウスシステムもしくはアライナー矯正治療した後にベニヤの治療の希望がすごく多いんですよ。なんでかというとマルチブラケットの時にはブラケット外す、つまりブラケットを外して何もつかなくなったらよかった嬉しいですね、こうセレブレーションだったんですけども、アライナー矯正の時というのはアライナー外しました、終わりました。だけど患者様はご飯の時といつも歯ブラシの時に外してるんで、なんかこれで終わりですかっていう感があるんですね。それに対してイタリアの国、イタリアの矯正歯科学会で僕がびっくりしたのが、イタリアの矯正歯科学会の中で僕がね何回か呼ばれたインビザラインさん、インビザラインの会社のイタリアのトップの社長がですね、おーケンジみたいな、イタリアの矯正歯科学会のその業者さんブースの中でお声掛けいただきました。いつもお世話になってますってお話をしたら、僕新しい会社始めたんだよって言うんですよ。なんていう会社ですかって言ったら、ベニヤの専門の会社だって言ってね、どうしてですかって言うと、インビゼナインに退社したんだと。で僕は今インビゼナインの先生方、ね、外注型のアライナーが終わった後に最後こう全紙をきれいに並べたい、並べた後にきれいにしたい、色だったり形だったり、それをベニヤをされる先生方がすごく多かったんで、アライナーの矯正治療が終わったらそのままスキャニングしてもらってベニヤをつけるっていう、そういう会社を作ったんだよ、ぜひ出してください、誘われました。で僕はね、例えばもし全歯部の補鉄を希望されている先生がいらっしゃったとします。でその時に外注型のアライナーをして全部こう動かすのもいいんですけど、例えばここの1番だけをちょっと並べてあげる、もしくは舌足に入っている2番を少し出してあげる、もしくは上顎と下顎の前歯のバイトがちょっと深い、少し悪化してあげる、もしくは下顎の前歯にベニヤをつけるんで若干中に入れるか、もしくは上顎を前にちょっと出してクリアランスを作ってからベニヤにするとかね、そういうちょっとした歯の移動というものが、先生方がもし内製化のインハウスアライナーができるようになると、もっと自由に、もっと先生方の希望のデザインの通りに歯を動かすことができて、でその後ベニヤの処置に移行することができる。でさらに、ベニヤの処置をし終わった後にね、1年2年3年4年5年と患者様が通院固定でいらっしゃってね、ちょっと後戻りしたとか、そういう時にもインハウスのアライナーシステムがあれば簡単に後戻り治療ができます。でそういうようなね、こうちょっとしたところの移動だったりとか、審美領域をどういうふうにマネジメントするのか、これインハウスアライナー超得意なんですよ。今回この町田先生のね、インハウスアライナーにおけるラミネートベニヤを治療する前にどういうふうに考えているのかというお話、僕すごく楽しみにしています。これもね、世界的にもこのベニヤの前にインハウスを使ってこう並べていきますなんていう話はないので、ぜひ先生方もご参加していただいて、町田先生の知見考え方を一緒に学んでいきましょう。日本インハウスアライナー矯正歯科研究会第1回大会は2024年の9月7日8日東京竹芝ポートホールで開催されます。外注型のアライナーをされている先生もこの機会にインハウスやってみたいなと思う方も、ぜひ一番初めに始める前に素晴らしい先生方のご講演をぜひ聞いていただいて、横のネットワークを作ってから始められるのもすごく得策かなと考えておりますので、ぜひ会場に足を運んでください。お待ちしております。それでは皆さんごきげんよう。失礼します。